ある湖に近く、高い山寺がありました。おじいさんはこの寺の鐘楼守で、聖母はおじいさんのたった一人の孫でした。聖母は早くから父さんと母さんに死に別れ、このおじいさんを頼りに成長しました。聖母は毎日毎日鐘を眺め、鐘の音を子守歌に聞いて大きくなりました。いつか自分の手で鐘をつきたい、それが聖母の願いでした。ねえおじいさん、おじいさん。うん。ねえ僕にも鐘をつかせて。もっと大きくなったらな。聖母は早く大きくなりたいと願いました。鐘というものはの、聖母、鐘をつく時間を間違えても数を余計に打ってもいかん。まして突き損ねて鐘が風邪ひいたみたいな音を出してもいかんのじゃ。村の人たちはの、鐘の音を聞いて今日一日頑張ろうと思ったり、お茶を飲んだり仏様を拝んだりするんじゃ。でもつきたいな僕。鐘をつくには修行をせねばならん。修行するよ僕。辛い泣きたような修行じゃよ。大丈夫だよ。その年の秋も、そして冬も鐘をつくことができませんでした。ところが聖母が8つの春のことです。いけない、鐘をつく時間だ。おじいちゃん、鐘をつかなくちゃ。しまった、忘れしたことが。あちゃ、こ、腰が。昼の鐘はまだかの。まだじゃ。朝の鐘もとうとう並んじゃった。じいさんどこぞ悪いんじゃろうかな。年が年じゃけに気がかりじゃ。おじいさん無理だよ、代わりに僕が。いや、金はわしがつかねば。お前がつくんじゃ。え、僕が本当にいいの。もう一つ。はい。体を洗うでない、心を洗うんじゃ。いいか、鐘楼に上がるときはの、和尚さんが仏様の前にお座りになるような心持ちで行くんじゃ。種目の下の鐘の前に立ったときは、自分の心をお月様のように清くしてつくんじゃ。いいかな、心が曇れば鐘の音まで曇る。心で鐘をつくのじゃ。Thank you.
隣村に聖坊よりずっと年上の三吉という少年がいました。今母を捨てて東京へ行くところでした。この村は正月になると若者が東京や大阪の都会の匂いをプンプンさせて帰っていました。なあ三吉、東京へ来い。東京行ったら楽しいこといっぱいやら。活動写真見たりさ、動物園行ったり。そう、カバがいるしな。ああ口がでっかくて馬みたいな顔で水に潜るんじゃ。見たことあっか。まあこんなちっぽけな村にいるよか、東京の方がずっといいぜ。働いて給金もらってよ。なあ三吉、行こう東京へ。東京で一緒に働こう。三吉、東京に行くの母さんは反対じゃ。どうして？あんたは後継ぎじゃけな。この土地で百姓仕事していく身じゃ。よそさんのこのようにどこへ出てもいいのとは違うんじゃ。でも行きたい。三吉、母さんはもう年じゃ。母さんがいなくなったらどこぞでも行け。あんたが遠いところへ行ったら母さんはどう生きたらいいかわからん。三吉、達者でな。東京へ出てこいよ。東京見物させてやるからな。お母さんは麦踏みで疲れてぐっすり寝ておいてだろう。あんなに鐘が鳴るんだもの。お母さんは起きていてオイラを探してるに違いない。寝じゃった聖母、いやお前も一人前じゃ。